皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望大使パワーアップキット上杉家前田刑事物語続きをやっていきたいと思います。ここまでですね、徳川方に組みする堀家の攻略を進めていますというところで、もう堀家もね、もはや虫の息というところで城跡一つ、それも今攻めているというところになりますので、今回はまずね、その堀家を攻略しちゃいましょうというところと、あとですね、こちら、今井の方に城を一つ作って、まあ、つけ城戦略というわけではないんですが、まあ、徳川とのね、国境には、城を築いて、要塞化というのをしていきたいなというふうに思っています。では、時間の方を進めていきましょう。内政は一通りやりましたので、このまま進めていきます。志村隊を一度戻すか、騎乗させましょう。まあ、無難に堀家を攻略したら、その後ですよね。まあ、どうやって徳川と、まあ、渡り合っていくかと。いうところなんですが、まあ、一つは前田ですよね。前田を叩いて、まあ、より徳川をね、包囲できるような形。先月の収支です。徳川方に組みする、大名を少しでも減らしていくっていうのはね、ありかなというふうに思います。ではまたね、堀から巻き上げた金があるので、これで軍備を増強していきます。ありがとうございました。かしこまりました。鉄砲と軍馬を買っていきましょう。あとは継続発展できるものがあれば継続発展を一括でやる。これもね、金があるからできるというところですね。まあ、結果的にどん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 国力が、軍備が整っていくというところになると思います。力を貸すぞ。おっと、ここでついに徳川がやってくるか。再び家康が攻め込んでくるわけだな。我が領内に敵が迫っております。言いましょう。まあ覚悟していたところの一つではあるな。敵兵は1万か。大した数じゃないな。なんでそんなに少ないんだ。まあいずれにしても兵を出しましょう。松平忠義隊か。兵数がちょっと足りないな。さて困ったな。思ったより早いんだよね。ここって確かに周りに城がないので空白地帯になってるんですよね。そしたら、こうしましょう。まずは、春日山と飯山から兵を出して、一旦籠城。で、その間に五詰めの部隊をこう出してきて、決戦に及ぶという作戦でいきましょうか。さすがに1500だけだと持ちこたえられない可能性が非常に高いので、これでいきます。3500で、迎え撃ちましょう。それとは別に、そしたらむしろどうする？真田城を取るか。取れるんじゃないか。いやー、でも本当にこの辺り城の数が少ないな。ここがね、繋がってないのが痛いよね。今にしてみれば。そしたらまずここの城を一ひねりにする必要があるので、強行に切り替える。
もう強行か、12日、あと12日間か、ちょっと持つかどうか微妙だね。ここは家康の方が一枚上手でしたね。三河武士の誇り見せるは今ぞ。農兵精錬を使ってきたな。ではこちらも使っていこう。対名を、まずは足軽精錬だな。我が志必ずや果たさん。農兵と足軽では足軽の方が強いはずだ。あとは猛攻号令、これで先方ゲージ曲げていく。我が志必ずや果たさん。2つの対名を喰らえ。待機せよ。よし、落とした。よく落としてくれた。捕獲した武将は全員雇う。統率的にはどうだろう。使える武将これといっていうのはいないけど、秀宗だな。秀宗は処刑だろう。さすがに死んでもらう。幕府を取ったわ。さあそしたら増援に向かいましょう。行くぞ。真田城に向かって行軍だな。で敵を分散させて括弧撃破できれば一番ありがたい。進め。でさらに、肝心のね、飯山城にも増援を出してあげる必要があるので増援を出します。ぐはっ、ここが全然出ないのはなぜ。もうこの辺り繋がってるから出せるはずだけど。部隊編成で部隊が追加できるところからバリバリ出すよ。会津若松からも出そう。今回は時間がかかってもいいので、総力戦で確実に徳川勢を叩く。徳川との合戦が本格化している今、徳川にダメージを与えられるのであれば、やっぱダメージを与えておきたいですよね。京極との親善が取りやめだね。まあここも同じだね。金森家との親善も終了ですね。まあ家康と合戦を始めた以上しょうがないから。表情を始める。策がございます。逃げ団長か、まあ、悪くはないかなとは思うんですけどね。まあここは今は対名が欲しいので軍事と対名でいきます。まあさすがの影靴も70まで伸びてるね。もうそれに最上かな、義明を採用して、まあ、逃げ団長必要かっていう話あるけどな。部隊復帰速度上昇帯、まあ、一応入れておきましょう。まあ、今すぐ欲しいのは特にないので、まあ、あとは川伏ぐらいを入れておきますか。ご命令を。で、まあ、合戦が気になるところではありますが、まあ、きちっとね、今後のために内政面もお金があるうちにやっておきます。で米鉄砲、この辺りは金に物を言わせて、ありがとうございました。
買い漁る。仰せの通り取り計らいます。でだ、ここからですね。まずは武将の配属で取った城には人を入れます。会津若松から村上義明、この辺りの武将を何人か入れておけばいいでしょう。特に問題はないかなと思います。で、あとは恩賞を与えておかないと裏切る輩が出てくるんで。かたじけない、かたじけない。これで全員青になりましたね。強しきことです。ぐはっ、飯山城が奪われたか。朝廷からの使者、金が欲しいのか。金のあるうちに見繕っておこう。飯山城の防衛戦だね。飯山の防衛戦。戦に役立つ大名が発動されていない。何が残ってる。決戦時に援軍が参戦。確かにこれ良さそうだね。あと鉄砲隊の射撃も美味しいよな。鉄砲隊の射撃だな。でも先に我が志必ずや果たさん。もう出せないよね。鉄砲隊の射撃、今回鉄砲隊結構配備してあるんで大きいかもしれない。家康が来るな。とんでもねえ軍勢になってるな。うわっ、そしてここで為信が死ぬか。最優秀武将の一人為信がここで死ぬ。先月の終始です。城を奪われたまま引き下がれないからね。とはいえご命令を。承知いたしました。せめて飯山城だけでも取り返せない。手を打とう。さあ決戦の指揮を取る。なんとしてもここを勝ちたいよね。負けるにしてもしっかり負け方も重要になってくるからな。どうする。ここをなんとか勝ち抜くにはそれなりのパワーが必要なんで、困りましたね。どうしようかな。ちょっと無策な感じは否めないけど、長野原の戦い、ここをなんとか勝ち抜かないといけないな。敵は、敵の布陣が読めない。1900、敵の大将軍1900か。決して少なくはないですね。ご命令を。覚悟しておけ。ご命令を。覚悟しろ。ゲチよ、始めましょうか。始めるぞ。
ご命令を。始めるぞ。負けるにしても負け方が重要だからな。ゲチよ、覚悟しておけ。ここはもう我慢ですね。敵が出てこないのであれば我慢。とりあえず1個出てこないのであれば、出てこないで全然構わないんですが、壊せるところは壊しておこう。多分ね、ダメージを受けずに終われると思うので。ただで1個壊せる。何中だと。ちょっと待てい。戻れ戻れ。全く予想してなかった。敵の布陣を読み打ち間違えましたね、完全に。やりたい前。奈落を食らった。やるな敵も。敵の居所知れました。政宗がいる。しかもやるな。何もせずして体を失った。やりたい前。やりたい前。やりたい前。ただ合戦が動き始めた感はあるよね。いや動かないね敵も。なかなか敵の本陣がどこにあるか読めないからな。逃げないのなら仕方ありませんね。ご命令を。始めましょうか。始めるぞゲチよ。始めるぞゲチよ。始めるぞ。ご命令を。まあ、敵も分かってるよね。罠が仕掛けられているっていうことぐらいは。逃げないのなら仕方ありませんね。まあ、ただ合戦仕掛けるにしても雨の時に行きたいよね。敵鉄砲隊いっぱい配備されてるから。逃げないのなら仕方ありませんね。この戦、すべては我が掌中です。こちらが一枚上手のようですね。ご命令を。覚悟しておけ。逃げないのなら仕方ありませんね。
仕方がない。このままだと膠着状態がどうにもならないので不本意ではありますが攻撃を仕掛けよう。もう根比べで負けたね。ゲチよ、覚悟しろ。ご命令を。お覚悟願います。敵の居所知れました。ご命令を。始めましょうか。始めるぞ。覚悟しろ。敵の居所知れました。始めるぞ。くっ、見誤ったか。こっちだ。よし、正宗を奈落に叩き落としたぞ。やりたい。前へ。これはこれを機に。ちょっと待って、下がるだ。今は攻撃のチャンスだ。正宗隊を叩いておきましょう。ちょっと待って、うまくコントロールできてないぞ。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ、覚悟しろ。ゲチよ、始めるぞ。ご命令を。ゲチよ、始めるぞ。横槍を入れろ。やりたい、あえ。やりたい、あえ。やりたい、あえ。ご命令を。覚悟しろ。いや、泥仕合になってきたな。覚悟なき者、負けはせぬ。命が独眼竜使ってきたね、ここで。やりたい、あえ。これで終わりか。ちょっと一旦時間を止めて戦況の確認をしましょう。ゲチよ、覚悟しろ。ご命令を。ゲチよ、始めるぞ。やりたい、あえ。我らが破れるとは。まず味方はゲチよ、一旦下げよう。しっかり大将はね、まだ700あるうちに。で、敵の大将が90しかいないんで、この90をなんとか取りに行きたいよね。始めるぞ。部隊を迂回させてでも何でもいい。始めるぞ。敵の居所知れました。やりたい、あえ。邪魔するなら容赦しねえぜ。今は引こう。やりたい、あえ。負けるとは油断したか。やりたい。ちょっと待ってね、しっかりこっちを狙おう。ご命令を。始めるぞ。突破できない状態になっているんであれば、むしろ大将を迂回させてでも大将同士の決戦に持ち込む。始めるぞ。やりたい、前へ。やりたい、前へ。邪魔するなら容赦しねえぜ。一旦引くぞ。突破できないでいるんだよね。これほどと。今は引こう。カーキ。やりたい。ちょっと待ってね、確認しましょう。敵の本陣がどこにいるかがここだな。なんとか食らいつけ。やりたい、前へ。今よし、食らいついたぞ。覚悟しておけ。やりたい、前へ。敵の居所知れました。やりたい、前へ。ゲチよ、始めるぞ。今こそ雌雄を決する時。チェスト。チェストを打ってきたな。チェストを打ってきやがったか。我らが。よし、まあなんとかね、敵の大将を最終的に撃破できましたね。非常に危ない戦いだったと思います。みんな、見事な戦であったな。
完全に大群ゲギアの効果が出るはずなので、捕獲武将が西尾忠光処刑する。深く。さてさて、そしたら今決戦で勝利した部隊はもうボロボロなので騎乗させて、それとは別に徳川の飯山城攻略の部隊以外に、どこで先端を開くかだな。岩殿城、真田城、一等祭、飯山城。家康軍がどこに集結してくるかちょっと読めないので、奇襲的に太田城あたりを攻撃するのも面白そうではありますけどね。いや、ここは飯山城を二段構えで確実に取りに行こう。出陣だ。頼むぞ。さらに家康との決戦というのもありだ。かしこまった。承知いたしました。かしこまりました。かしこまりました。で、大筒の目標はまず矢倉系だな。じゃあこれでいきましょう。それとは別に家康がやってくればこれを決戦で撃破する。ご命令を。さっきの戦いで勝利できたの本当に大きかったな。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。行くぜ。やっぱ岩戸の城だな。岩戸の城へと進路を変えます。よし、飯山城は奪還したね。飯山城を奪還した後は海津城あたりまで兵を出すかどうかだな。真田城でもいいけど、あとは小諸、いや真田城に攻めて敵の間にくさびを打つ。報告いたします。さらに今のうちに兵を動かそう。表情を始める。策がございます。今は対名が欲しいよ。対名が。表情を終える。特にこれと言ってほしいのはないので疫病対策を入れておきます。ゲチよ。なんといってもね、今戦況が有利という状態なので、このうちに
A をちょっとでも取る。で、叱るのち一旦偽りの和睦を結びましょう。兵の数ではまたちょっと劣ってはいるものの、ここもなんとか勝利をね掴みたいね。300しかいないからね、敵の本陣は。となるとだ、鉄砲だけど雨か、微妙だな本当に。奈落で敵を一旦落とし込んで、その後に敵を本陣かな、敵の本陣を迂回攻撃していくか。思いって右翼に全軍を固めて、右翼から敵の本体を目指す。ご命令を。覚悟しておけ。こういうと騎馬隊入れとけばよかったなと思うね。騎馬隊さえいればと。覚悟しておけ。ゲチよ。ただ雨さえ止んでくれれば鉄砲隊の射撃がね敵にはまってくれるんじゃないかなっていう期待感はあるんで、始めるぜ。ゲチよ。命令してくれ。始めるぜ。あとは敵の動きをしっかり見極めて、敵の、本陣300、これを撃破していこう。あとは雨がうまい具合に止んでくれれば、まずは先鋒隊が都会しましたね。ここで前火か。敵の居所知れましたか。いや、目論見通りよ。敵の居所知れましたか。やりたい。前へ。奈落。ゲチよ。覚悟しておけ。命令してくれ。さあ行こうぜ。命令してくれ。さあ行こうぜ。敵の居所知れましたか。やりたい。前へ。
ご命令を。始めるぞ。命令してくれ。始めるぜ。ここはね、今雨降ってしまってるんで、乱戦で敵の前衛を一気に崩しましょう。このままでは。邪魔するなら。バハ、お前か。我らが破れるとは。ゲチよ。始めるぞ。ゲチよ。さあ、行こうぜ。さあ、行こうぜ。勝てるとでも思ったか。やりたい。前。敵の本陣はどこにあるんだ。知れました。やりたい。前。ご命令を。覚悟しておけ。命令してくれ。さあ、行こうぜ。叩き潰せ。やりたい前へ。やりたい前へ。ご命令を。始めるぞ。やりたい前へ。やりたい。敵の位置が本当にわからない。いた、ここにいる。命令してくれ。雨の止んだ今こそまさに射撃の好機。ガハ、ちょっと選択がミスりましたね。覚悟しておけ。やりたい前。敵の防御が厳しいね。誰にも阻むことはできぬ。これで終わりか。やりたい。待って、敵が全軍突撃で来たってのはありがたいぞ。さあ、行こうぜ。ゲチよ。全軍突撃をかわして、さあ、行こうぜ。敵の大将を待ち受けよう。始めるぞ。やりたい前へ。叩き潰せ。ただ味方が危ないね。さあ行こうぜ。持たないな、持たない。クソ、やられた。いやー、ちょっと本陣が前に出すぎたな。いやー、ちょっと勝てる戦いだったかなと思うだけに残念ですね。後に続け。飯山城が取られるね。ここはもう取ったり取られたりだな。
報告します。先月の収支です。ご命令を。さあ、そしたらこれくらいのタイミングで一旦家康との和睦の交渉に入りたい。入れないね。入れない。いやー、苦しい戦いが続くな。そうなると。かしこまりました。よし、長宗我部が家康討伐の兵を挙げてくれたのは大きいね。豊臣と徳川は一旦は僕。まずは岩光、岩殿かな。何、家康軍が救援に来る。ぐは。ここで家康軍の救援か。いやー、なかなかしんどいね。鉄砲隊、オール鉄砲隊と言っていいほどしっかりとした鉄砲隊の布陣を敷いているので、もう今回はとにかく全面的に柵ですよ。柵、この柵でもってまず敵をね、しっかり。行動不能に追い込む。鉄砲水ってちょっと使ったことないから、ちょっと使ってみたいですね。あと作戦は、おとり挑発かな。これでいこう。いくぞ。いや、全然取れる戦いよ、これは。敵の首を。お、もう出番か。始めるぞ。ゲチよ。なんといっても配備している鉄砲の数が違う。これこそ真の長篠の戦いだ。ゲチよ、始めよ。覚悟しろ。で、一応ね、近くには鉄砲隊のね、両翼には足軽隊も配備して、影勝4500は中央に布陣。これでいこう。あとは敵を引き込むの。敵の居所が分かりましたな。奇襲。守りが甘いぞ。奇襲。やりたい。前へ。鉄砲の打ち合いか。突き合い。まずは政宗を奈落に叩き落とした。始めるぞ。ご命令を。覚悟は良いか。ご命令を。始めるぞ。ゲチ
さあ始めようか。さあ始めようか。ご命令を。始めよ。敵の居所が分かりましたな。我が刃、望むは貴様か。早いね、突破してくるの。敵がおとり挑発使ってくるか。くそー、奈落がない場所でやられたな。ゲチよ、始めるぞ。やりたい、前へ。覚悟は良いか。やりたい、前へ。これほどとは。さて、どうするかな。ちょっと前衛が危ないので足軽を投入するしかないね。ご命令を。始めるぞ、始めるぞ。ゲチ、ご命令を。始めるぞ。ご命令を。さあ始めようか。覚悟せよ、モイル。覚悟せよ。手加減できるほど器用じゃないんでな。やりたい、前へ。やりたい、前へ。このままだ。志村隊が前に出過ぎてる。戻ってこい、いい加減。ゲチ、始めよ。覚悟しろ。ゲチ、始めよ。ご命令を。覚悟せよ。ゲチ、さあ始めようか。覚悟しておけ。ゲチよ、ゲチよ、始めるぞ。やりたい、前へ。横槍を入れろ。やりたい、前へ。ゲチ、我が命に従え。モイル、始めるぞ。手加減できるほど器用じゃないんでな。やりたい、前。ゲチよ、覚悟しておけ。お、もう出番か。始めるぞ。ゲチ、ご命令ください。覚悟しろ。いやー、なかなかしんどいね。始めるぞ。一体一体撃破していきたいんだけど、なかなかうまくいかないな。覚悟は良いか。ゲチよ、覚悟は良いか。ご命令を。志村隊が完全に暴走してるからな。覚悟しろ。やりたい、前へ。やりたい、前へ。ゲチ、かかれ。やりたい、前へ。容赦せぬぞ。かかれ。深く落ちた。信行隊をただ志村隊が壊滅させてくれたのは嬉しい誤算ではある。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。覚悟は良いか。覚悟せよ。ゲチよ、覚悟しろ。やりたい、前。
息の根止めてくれよ。ゲチ下がりきれないな。我が命に従え。始めるぞ。参る。始めるぞ。覚悟せよ。始めるぞ。ご命令よ。お、もう出番か。沼田隊が散るよね。引くぞ。やりたい。三河魂か。三河魂ほんと強いんだよな。まずは雨の降ってる今のうちに敵中に孤立してる政宗を倒す。覚悟しておけ。さあ始めようか。やりたい。前へ。そしてここでおとり挑発を使って一気に家康を撃つ。覚悟しておけ。お、もう出番か。兼続はご命令を。ちょい下げて覚悟は良いか。家康を懐へ入れる。やりたい。おい。やりたい。おい。引かせないぞ家康。おとり挑発が生きてる今のうちに。家康が敵中に孤立している今のうちだ。引くぞ。ご命令を。覚悟せよ。邪魔するなら容赦しねえぜ。やりたい。前へ。かかれ。投げ払え。始めるぞ。やりたい。前へ。参る。始めるぞ。やりたい。前へ。練り上げし我が部とくとみよ。やりたい。前へ。敵の居所が分かりましたな。家康を逃がすな。追って追って追いまくれ。覚悟せよ。参る。覚悟せよ。ご命令を。覚悟せよ。容赦せぬぞ。まさか負けるとは。くそ、家康に逃げられたか。ちょっと早かったかな。ちょっと早かったね。となるとちょっと作戦を練り直してしっかり潰してから行こう。戦かよ。やりたい。おい。これほどとは。まさか破れるとは。さらに鉄砲水の方へ敵を誘導。覚悟せよ。やりたい。おい。投げ払え。かかれ。バカな。ありえん。やりたい。おい。かかれ。やりたい。おい。敵の居所が分かりましたな。我が部思い知るがよい。参る。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。
始めようか。投げ払え。敵の居所が分かりましたな。もう鉄砲水だ。これ初めて見るね、鉄砲水。突き上り。容赦せぬぞ、モイル。いい風だな。行こうか、松風。やりたい、モイル。ちょっと待ってね。影勝が危ないので、影勝を一旦2人の後ろに下げる。やりたい、モイル。やりたい、前へ。かかれ。投げ払え。投げ払え。突き寄り。やりたい、前へ。覚悟せよ。我らが敗れるとは。容赦せぬぞ。これほど。今はさ、家康の首を取るぞ。まずはゴンベイ残った11人でやってきてるので、こいつを撃破した後、家康を。やりたい、前へ。命は惜しまぬ。それが我らの戦よ。先に家康を叩いてしまったが、いやー本当に総力戦でしたね。容赦せぬぞ。次なる戦も必ずや勝つ。捕縛武将、青山、処刑だ貴様は。ここで終わるなんて。参る。飯山城が悔しいよね。でもこうやって見ると、報告します。はい、というところでね、ちょっと合戦続きでだいぶ長くなってしまいましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、家康との戦い再び繰り広げていきたいというふうに思います。まあ、ただこのまま行くとちょっと厳しいので、何かちょっと違う視点、角度から、まあ、戦いをね、主導していかなきゃいけないかなというふうには思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。